やります。グーモーニング。おはようございます。今日は3月の24日、ガズラジスタートします。皆さん今日はどこだか分かりますか？ちょっとあの YouTube 版で見てる方、景色を見てください。私は今ですね、瀬戸内海に浮かぶちっちゃい島、豊かな島と書いて手島におります。手島のビーチ、一っ子一人いない、このなんかのんびりした瀬戸内海っていうのは何だろうね。これは素晴らしいビーチで今このガズラジを収録しておるわけでございます。時間はね、今6時半朝の、そういうわけでガズ旅、今日が4日目になるの？4日目か、早いな、あっという間。今日は4日目の朝でございまして、あのこのガズ旅の最終目的地、これ愛媛県だったね。愛媛県だった。香川県だったっけ？あれちょっと待って。ナンバーは香川県だけど、住所は愛媛じゃないかな。名前ちょっと待って、わかんない。とにかく、その、手島、豊かな島とかで手島に、昨日上陸しましてですね、フェリーを乗り継いで、昨日の朝、うどん食いながらの配信でしたけど。いやーね、来てみたら何が起こったかというと、めちゃくちゃ良かった。うちの今、ね、カメラ、YouTube 版はハニーがね、今カメラ撮ってくれてるけども、ハニーさんがどうしてもこの景色を見て、あの鳥とか、今鳥がさ、水面を飛んでるわけですけれども、この景色を見てほしい、中津さんにっていつも言っていたわけですよ。そりゃ言うわ、めっちゃいいもん。すごい良い。そしてなんか旅をね、すごいしてるなという感じがするわけですよ。で、昨日の夜はね、昨日はね、ちょっと手島について、そこら辺いろいろ、まあ、手島美術館っていうところがあって、まあすごいめくるめく体験だった。もちろん撮影禁止だったんですけど、撮影しても意味がないなっていう体験型のその美術館で、あの僕もねちょっと予想をはるかに超えたなんかクオリティでしたね。で、高松屋さんというですね、あの僕と梢さん、ハニーさんの共通の友達が、のご実家がやられてる、なんていうんだっけ、あれ民泊じゃなくて、ゲストハウスっていう高松屋さんに宿泊して、今朝起きてきたんですけど、昨日の夜はその近くにあるあのまあ飲み屋さんというかカレー屋さんとかで、これをその神さんと一緒に、神さんというね、まあ、僕と梢さんの仲間の数、神さんにいろいろインタビューしながら動画を撮っていったんですけど、すごい今日の動画、今日撮った、いや昨日撮った動画もね、多分今日アップロードできれば、ね、できればあのしようと思うんです。すごいいい動画になったと思います。そこでね、話していたらですね、ガズレレさんですかというふうに声かけてくださった方がいて、なんか金髪のね、なんか なんだ、そうですよ、見てます。僕シルクドソレイユで、どこに言ってたよ、海外で活躍してるシルクドソレイユのアーティストなんですとか、おいおいってなってね、それで意気投合して一緒にね、平井大さんのスロー&イージーとかセッションしてですね、うん、なんかもうめちゃくちゃ楽しくて、もう鬼のように飲んでしまってですね、めちゃくちゃ酔っ払ってんですよ。酔っ払っちゃって、昨日だから1時ぐらいまで飲んでたみたいで、うん、すごかったね、めくるめく夜でした。うん、でもうなんかそこにいるみんなでもうワイワイ大盛り上がりでですね、ガズレレすごいなと思っちゃって、だからこんなさ、手島っていう島に来てさ、なんか手島って不思議な島で、なんかいろんなね、なんか、変なやつっちゃあるんだけども、面白い人がいっぱいいるんだよね、その辺に。なんか来る人もね。やっぱ地味なんですよ、基本的には。隣の直島っていうところとか、なんかいろいろアートの島って有名なんだけど、その手島っていうのはちょっとね、トップオブザトップじゃない感じがまたいいみたいなところがあるみたいで。で、僕は当然ながら、その直島も、ここも来たことなかったから、まあ、その今ね、ここの手島に行ってすごい最高だなと思って。この景色とかもうほんとすげえよ。しかもこの格好見てもらえば分かるように、なんていうのかな、すげえ寒いってわけでもなくて、いられるは、まあまあ、まあ、春めいた感じでね、こっちもちょっと見てくださいよ、あのヤシの木じゃん、ソテツの木とかあってさ。
瀬戸内海の芝ってさ、なんか映画とかドラマに出てくる時ってよくあるじゃないですか。なんかそういう感じですね。なんか瀬戸内海って絵になるっていうかね、なんていうのかな、ドラマとか映画に出てきそうだなと思いながら、今もね喋っているところですけどね、あのやっぱりなんていうのかな、幸せですね。いや小手さんもね、ハニーさんもすごく僕が喜んでるからね、すごい良かったってよく言ってます。やっぱりね、良くなかったって言われるより良かったのがいいわけでございます。まあでも本当ね、なんていうの、ベトナムに行くよりも旅をしているって感じがするね。ベトナムっていうのはまあ工場に行ったりとか、やっぱりみんながいろいろまああったんだけど、なんかね、で大変なんですよ、フェリーに乗る時間とか、フェリーが予約できないからなんかハラハラドキドキしたりとか、もうどこについてのフェリーから降ろされたら、フェリー降りたら右行ったり左行ったりか分かんないから、じゃコンビニとかで泊まろうと思うじゃないですか。そのコンビニがない、だからその車に乗っていて、もう運なんですよね、最初。カーナビを要は入れる暇もなく、こう、じゃあそろそろ車、船がね、湾に着く、湾っていうか港に着くっていうから、もう着くのかとか言って、車に乗った途端に、はいはい、出てくださいって出てさ、これ右なの左なのみたいな、そんな話です。いや、まあ慌てるんですけど、まあ旅っていうのはそれが、まあね、いいよってことで、まあ結局、なんだかんだとこう、たどり着くわけでございまして。本当に素晴らしい。そしてやっぱ思うのは、本当に感謝だなと思うのはあれですね、こういう時間をね、まあ、僕らに与えてくれているね、やっぱり会社員さんとかで勤めに出てる方は、やっぱこういう旅なんかはなかなかね難しいだろうし、平日にね、こういうまあ活動をねできてるっていうことにもものすごい感謝をまあするわけですし、そう言いながらもね、早く長野に戻ってね、またレッスン動画撮りたいなとか、やっぱ好きなんだなと思っちゃうね。やっぱりレッスン動画をこう日々上げていく、明日のどの曲をやろうかなとか、こう簡単アレンジをするときに、うわどっちしようかなって、それもね好きなんですよね。でもそれがそういうのをこう思い知る旅というかですね、やっぱ非日常じゃないですか、こういうのっていうのは。なんかそれ、非日常と何でもない当たり前の日常を行ったり来たりするっていうことが、やっぱどれだけ大事かっていうのを、まあ、よくわかるっていうかね、まあ今回の旅もさ、別にド派手なことはないですけれども、あとね、そうで、昨日インスタグラムで、その今フェリーに乗ってますよって言ったら、小豆島に住んでるそのガスレレだから大好きですって言ってくださる方がコメントをいただいて、じゃあちょっとジャカジャカしましょうかって言ったら、まあタイミング合わずね、残念ですってなったんですけど、そうやってコメントしてくれたりとか、まあしてくださって、なんかそれでもすごく嬉しいなと思ったりとかしてですね、まあいます。で今日の予定としては、お昼ぐらいまでこの手島で、行きたいとこ行って、いろいろまあまあのんびりして、まあその間にちょこちょこ編集して、僕とねハニーさん交互に編集してるんですよね、動画編集を。でお昼ぐらいのフェリーでまた、小豆島に戻り、今日は小豆島とですね、エアビー&B で、宿泊するところのに泊まるんですけど、そのエアビーで宿泊している方もガズレルのこと知っている方です。で、じゃあ一緒に出てくださいよって言ったら、やっぱりちょっと、いや、ちょっとそれだけは、本当に残念ですけど、ちょっとです、みたいな。まあ、そんなね、無理を言ってはいけないからね。本当はね、そういうふうにセッションしたかったなと思うんだけど、でもそれはね、ありがたい。どこ行ってもガズレルさんですかとか言われてさ、こんな島国じゃねえな、島に来てさ、ガズレルさんいつも向いてますって言われたら、それは嬉しいですよ。本当に。まあ、そういうことでですね、今日はそういう予定になってます。そして明日一泊して、まあ一応のんびり、長野県までドライブして帰ろうかなという予定になっております。はい、一応連絡事項としてはですね、2つかな、今弾いているこのガズレレ G ラボのウクレレたち、販売と予約受付中です。ガズレレ公式ホームページでチェックしてください。胃腸弦が発売になってますからね。胃腸弦というのはキーを変えられる弦です。女性の方特に胃腸弦はねおすすめしたいです。あともう一個のお知らせは、いつも言ってますけど、今年2023年はガズレレ生誕10周年なんですよね。で昨日夜ね、会った今日泊まってる高松屋さんの娘さんの、神さんもですね、10年前にガズレレに出会ってくれて、僕と出会って、そのガズレレがスタートしたくらいの本当に初期の
ほんと初期のメンバー、昨日のね、その動画撮ってその話もしてますけど、メンバーで10年かっつってね、昨日もなんかすげえなって言ってたんですけど、まあそれを記念して東京、名古屋、大阪で、まあ、イベント開催と、チケットは、ソールドアウトになりました。ありがとうございます。でもな、残念だなということで、ライブハウスさんとちょっと話し合って、あの5月の14日に追加公演、吉祥寺、5月14日17時から吉祥寺の、GB というライブハウスで追加公演が決定しておりまして、今予約受付中でございます。まあ、10年をですねお祝いするので、皆さんぜひ一緒にあのワイワイやりましょう。今回の10周年記念イベントはですね、まあ内容盛りだくさんで楽しいことになると思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、 A さんの曲いきましょうか。歩く、we'll be right back.
たやってみた。やっぱこういう時にね大好きな曲を覚えてるっていうか、覚えてるっていうかね、これ今の曲は歩くという曲でガズが作った曲なんで、それを覚えてるって決まってるって話なんだけど、ところどころ間違えちゃうんですけど、まあでもこうやってねのんこれパッと来てさ歌えるっていうのはいいですよ。こんなちっちゃいウクレレでね、これがピアノだったらビーチにピアノを持ってくることはできないしね。なんかウクレレって本当素敵だなと今思いました。旅にも連れて行きてありがとうございます。いや来てよかった手島に、うん、ね、うん、あの岩とかすごいよ、ね、そして誰もいないこの朝のビーチ。人口は900人っていうデータ上は900人って書いてあったけれども、本当は700人ぐらいしかいないらしいですね人口は。なんかそれでもね豊かだな、豊かな島手島でいいですね。いろいろ食べに出るとね気づきが多いよ。はい、なんか皆さんもねなんかこのガズラジと今回のね旅のシリーズで名古屋神戸と来て今日手島ですけど、なんかいろいろなんかそういう旅の感覚をちょっとね、味わっていただけるといいなと思います。そういう気持ちもシェアしてまいります。そういうわけで、今日も素晴らしい一日を皆さん自家発電で作り上げていきましょう。やっぱりね自家発電だね、笑顔も音楽もお楽しみの自家発電、それが最高だと思います。というわけで、皆さん手洗いうがいガズレレガズラジガズピアノで今日も元気にいってらっしゃい。